キングレコード版、相イ新軍歌のレコードとジャケット相イ新軍歌は、1939年1月15日に発売された、日本の軍歌作詞、久保石信、作曲、新城昭一。戦地における軍馬の活躍や騎兵との絆を歌った、作品。正しい曲名は、相イ新軍歌だが、相イ行更新曲と間違って呼ばれることが多い。 1938年10月15日、日本競馬会から陸軍省と農林省に対し、平時と戦時を通した国民の馬実装普及のため、一般国民にアピールする行進曲や、利用の制作が依頼された。これを受けて、陸軍省馬製課と農林省馬製局は、行進曲、相馬行進曲と利用、または同様、相馬の歌詞を募集した。歌詞募集を担当したのは、 後の太平洋戦争における、伊王島の戦いにおいて有名となる、当時和製課長の栗林忠道陸軍、騎兵大佐である。歌詞は1940年10月15日から11月5日にかけて募集され、同年12月24日に発表された。歌詞は、総計39,417通の、曲は、総計3,000通の応募の中から選ばれた。 作詞の久保石信は当時四国の電力会社社員、作曲の新城昭一は九州の教員だった。音源制作やレコード発売は各レコード会社の共作となり、ひずめの音を前奏に入れたキングレコード版が一番の売れ行きを見せた。群馬を戦友として扱うなど馬への愛情のこもった、親しみやすい歌詞とテンポの良い曲とで、帝国陸軍ライブのみならず民間でも広く、 愛称され、現在に残る作品となった。作詞者、久保石伸は1975年没のため、著作権は2025年末まで有効である。キングレコードの、相場業行は、戦術の利用、または、同様、相場の部門で応募された詩により、相場新軍家のカップリングで発売され、キング大ヒットの要因の一つとなった。また、 スマヨを追たちが後に更新曲にアレンジしたものを、相場新軍曲といい、中間部分の戦律は、相場新軍家として作曲した自身の作品が使用され、これは陸上自衛隊でも盛んに演奏されている。ありがとうございます。